キャッチボールをする少年キャッチボールは二人もしくはそれ以上が相互に投球、補給を繰り返す行為である。キャッチボールは野球、ソフトボールにおいては重要な基礎練習の一つとされている。実際、プロ野球経験者もキャッチボールの重要性を認識しており、松井秀喜はキャッチボールにはいろんなものが詰まっている。大事にしてほしいと思う。 きちんと胸に投げているかどうかとか、キャッチボールを見るだけでチームのレベルが分かったと語り、また一郎はキャッチボールを技術の確認の一つと位置づけ、強い球や緩い球、さらにはカーブを投げていたという。一方で、キャッチボールは家族同士の特に親子のコミュニケーション手段とされることも多く、元プロ野球選手の斉藤和美はなかなか家にいない父親との唯一の コミュニケーションでした。工藤君康は言葉を交わすことよりもボールを投げ合うだけで子供は心が満たされるしお父さんも子供と関わることができる。キャッチボールするだけでコミュニケーションになるのですと話している。キャッチボールは相手が投げた球をしっかりと補給しさらに相手の取りやすい球を投げ返すことが重要であるとされる。このことから転じて 話し、相手の言葉をきちんと受け止めた上で、自らも発言しなければならないということを強調した、会話のことを、言葉のキャッチボールと表現することがある。また、会話が弾むことを、キャッチボールが続くと表現することもある。キャッチボールは、和製英語であり、英語では単に、キャッチ、という。また、キャッチボールをするは、プレイキャッチ、という。キャッチボールをすることのできる。 公共施設は近年少なくなっており、2018年に公園の力ラボが3つの都市圏にある公園から、それぞれ約100カ所ずつを抽出して行った調査によれば、首都圏では野球、サッカーが禁止されている公園が100%であった、ほか関西圏でも62%に上ったという。こうした背景には、都市公園法に基づく条例などで定められている。 他の公園利用者の迷惑にならないように利用するという観点から管理者側がすべての利用者の安全確保を行わなければない点があるほか公園に隣接する住人からのクレームを受けて禁止するという例もあるという従来の公式ボールと同じデザインで同じように縫い目もありながら柔らかく安全に作られているキャッチボール専用のボールが U ボールであるかつては 多くの路上や公園で行われていたキャッチボールだが近年は行為を禁止する公園が増えキャッチボールを行いたくても場所がなかなかないという状況となっていたこの状況が子供たちのコミュニケーション不足や野球離れを引き起こすのではと惧した日本プロ野球選手会が内外ゴムと共同開発を行いこのボールは誕生した AB 少年野球質問箱 キャッチボール練習にはどんな意味、どんな種類がありますか野球育。2019年12月25日閲覧。プロが語るキャッチボールの大切さその真意とはフルカウント。2019年12月25日閲覧。キャッチボール仕様。選手インタビュー。日本プロ野球選手会。2019年12月25日閲覧。言葉のキャッチボール。 実用日本語表現時点。2019年12月25日閲覧。本当に子供が遊べなくなっている公園の禁止事項の問題とは調査レポート。公園の力ラボ。2019年12月25日閲覧。ありがとうございます。